この動画ではフュージョンで作成したこのような曲面に対して、その曲面に沿わせたようなジオメトリをダイナモスタジオで作成したいと思います。まずは、SAT ファイルをフュージョンに読み込んで選配して、こちらのソリッドの裏面のみを取得します。ここまでは前回の動画で説明したものと同じです。それではまずはこちらの面をオフセットさせたいと思います。何もないところで右クリックしてオフセットと入力して、こちらのノードをクリックします。サーフェイスにはこちらのジオメトリを入力して、オフセットする距離はいくつでも構わないんですが、今回は3と入力します。ランをクリックすると、このように3ミリオフセットしたところに面が作成されました。今回は、このようなジオメトリを作成したいので、こちらの面にはダイヤモンドのグリッドを作成して、そこからオフセットしたところに、円を作成して、その2つをロフトしてこのようなジオメトリにしたいと思います。なのでまずは、こちらの面に対してダイヤモンドの形を作成します。ダイヤモンドの形は、こちらのランチボックスのパッケージの中にあるこのランチボックスダイヤモンドグリッドバイフェイスのノードを使いたいと思います。はい、こちらは、サーフェイスと U グリッドの数と V グリッドの数を指定してあげると、ダイヤモンドの形と、それらを形成する点や面を、取得できるノードです。サーフェイスにはこちらの面を入力して、U グリッドと V グリッドの本数はいくつでも構わないんですが、今回は10と20にします。はい。そしてこちらにそれぞれ入力します。ランをクリックして見てみましょう。はい。ジオメトリが作成されました。こちらはプレビューをオフにして確認します。このようにダイヤモンドのグリッドを作成できたのがわかります。このダイヤモンドの、一つ一つの形を取得したいんですけれども、この一つ一つの形はこの A パネルポリーズという出力ポートから出力されています。ウォッチノードで確認してみましょう。こちらのウォッチノードを使うと、出力ポートからどんなデータが出ているかを確認することができます。このように、ポリゴンが、出ているのがわかります。はい、それでは次に、このオフセットした面の上にある、この円を作成したいと思います。円は、こちらのオフセットした面の上に作成します。まずはその円の中心点を作成するために同じこのノードを使います。コントロール C でコピーしてコントロール V で貼り付けます。そしてサーフェイスにはこちらを入力します。ランで実行します。こちらのプレビューをオフにして確認します。このように同じようにダイヤモンドグリッドが作成されました。そしてこの一つ一つの、このポリゴンの中心を円の中心にしたいので、こちらから出ているポリゴンの、センターを取得したいと思います。なので、サーチウィンドウでポリゴンセンターと入力すると、こちらのノードが出てくるので、追加してください。
そしてこのポリゴンをこちらに入力します。実行してみましょう。このように、ポリゴンに対しての真ん中を取得することができました。そして、この点を中心にした円を作成します。こちらで、サークルと入力してこちらのバイセンターポイントをレディアスノーマルというのを、追加してください。このノードは、円の中心と半径とそして放線方向を指定して円を作成するノードです。センターポイントは先ほど作成したこちらの点を入力します。そして半径なんですけど、いくつでも構わないんですけれども今回は2ミリにしたいと思います。そして放線方向は、サーチウィンドウでサーフェスノーマルと入力してこちらのノーマルアットポイントのノードを使います。このノードは、面とその面上の点を入力することで、その位置での、放線ベクトルを取得することができるノードです。こちらの面にはこの A パネルフェイスの出力ポートをつなぎます。そしてこちらのポイントには、こちらの、円の中心の点を入力します。そして、放線方向のベクトルが作成されるのでこちらをこのノーマルの入力ポートにつなぎます。それではランをクリックして実行してみましょう。このように円を作成することができました。それでは、こちらの、ダイヤモンドのポリゴンとこの円をロフトさせたいと思います。ロフトさせるには、サーチウィンドウでロフトと入力してこちらのバイロフトというノードを使ってください。前回の動画でも説明しましたが、このクロスセクションの入力ポートには、対になったリストを入力したいのでリストをクリエイトします。そして、一つ入力ポートを増やして、この作成したリストをトランスポートします。そしてこのリストをロフトのノードに入力することで、対になったリストを、入力することができます。そしてこのダイヤモンドのポリゴンとこの円をこちらにつなげたいんですけれども、これを見ると、リストの中にリストが入っていて階層構造になってしまっているので、これを一次元のリストにしたいと思います。これにクリックしてフラットンノード一つ追加します。これをコピーしてもう一つ追加してください。はい、そしてこのサークルのリストをこちらに入力してこちらにつなぎます。そして、こちらのポリゴンのリストもフラットンノードを1回通してこちらのアイテムに入力します。実行してみます。このようにフラットンノードを1回通すと、このリストが、一次元になったのがわかります。不要な、ノードはプレビューをオフにしてください。このように、ダイヤモンドと円をロフトすることができました。はい、
それでは最後にこの面に厚みを持たせてソリッドにしたいと思います。こちらの、モードを追加してください。サーフェスにはこちらを入力して、厚みを入力します。今回は 0.5 としてこちらに入力します。そしてランをクリックして確認してみましょう。はい、ソリッドが作成されました。あとはこのソリッドを、Export to SAT のノードに入力して、こちらでファイルの場所とファイル名を指定して単位をミリメーターにして、再びランをクリックすれば、このジオメトリの SAT 形式のファイルが出力されます。